というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。サバイバル会で、うん、まあ、前回がとうとう金髪黒髪、うん、まあ、ロバートとミリアムだったかな、うん、と別れた。で、まさかの英語がしゃべ、日本語喋れない黒髪についていっちゃったんだけど、うん、しかも犬、うん、そうっていうところ。これ翼くんだったらどっちに行く？だってそのどうしてもお母さんは心配なわけですよ。まあそれはそれは、だってどっちが安全かってなった時に、うん、その山の方から毒ガス出てきてて、うん、でそっち側に、そのために降りたのもあるからね。そうそうそう、なんかその正直犬ってなっちゃってるから、僕だったらロバート側行ってるかなっていう気がするんですよね、うん、正直言って、うん、まあ近いのはそっちの方向こうねと思います、うん、まあだけど、まあとりあえずそのサドル君は犬をね、そうなんとかしたいと、優しいのかね、でまあ注意の方は荷物を取りに行きたいと、うん、まあそんな感じですね、はい、でまあとりあえず2人で行きますよ、うん、そうするとまあ要するに山道をこうかき分けて、うんうん、かき分けていると、うん、目の前に目の前にロバートがいる。あのもうちょっと待って、それは分からん、どういうこと？ロバートさん、うん、本当で何どういうこと？そうするとここで噴火にあったらあんたが面倒を見てくれんのかっつってるわけです。あっ、ね、その場合は作戦行動中の遭難になるね、戦士扱いで1階級くらいは昇進するだろうよ。軍人、ね、まあ結局やってらんねえよって言いながらも最終戻ってきたってことなんですよ。あっ、ちくしょうっつって。あ、でまた3人ですよ結局。結局かい、ね、冗談じゃねえや、うん、なんて言いながら、ね、悪態つきながらね、まあ、とりあえず進んでいく、うん、はいはいはい、でまあ火山は相変わらずゴーッと、はいはいはい、押すと言いながらも戻ってきますテントに。ああ無事、はい、何かを見ます。何か、まあちょっとすでにこと切れちゃったワンちゃん。犬、違う、首輪が切れてるんですね。ああ、逃げられたかっつってるわけです。よかった無事で、まあ、ずっとかじってたからね。それはまあ切れるだろうね、うん、チッてまあ金髪は言う、はい、でサドル君は白っつってるわけですそんな思い出あったかね、はい、でまあとりあえずあのテントの中を、うん、荷物を回収して、うん、テントも畳んで、うん、まあ、また動き出すわけです、はい、でくそコケで足が滑って思うように走れねえ、まあ、とりあえず今度急ぐんですよ、うん、なるほど、はい、ホストわーなんて足滑らしたりして、それダメになったな、俺もしばらく都会生活が続いたせいかなちょっと前に男といたのは都会だったからね。はいはいはい、はい、そうですね、山道を歩いてないんですよあんまりね。野生児もここまで来ると、はい、でもまあゴーって言いながらも走っていると、走っていると、何ですか、首輪の切れたシロちゃんが、そう、足元にヒョ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 って来てるんですよ。やった、いいの、おシロ、うん、シロね、ホスト何をしてんだサトル、急がねえと、急がないとほっとくぞなんて言いながらも、まあとりあえず白が走ってた、はい、まあ簡単な足元をね、はいはい、ほんでまあとりあえずまた3人は一生懸命この火山から逃れるけど、またドドドドーンって言いながらものすごい地響きなんでしょうね。まあ一回とりあえずみんな身を伏せます。はいはい、押すとクソ負けるものか、俺も男だなんて、まあとりあえず2人の方がタフなんで、やっぱさすがにね、うんうんうん、でまた立ち上がって歩いていく、はいはいはい、でサドル君もそれに負けじと追いついていく、うん、でゴホゴホゴホとこの硫黄が流れてる中を歩いて、うんうん、でクソまた硫黄だと、これじゃ進めねえと、うん、ね、言いながらも、まあロバートさんだけはどん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 進んでいくわけです。でロバートさん早く、あ、ロバートじゃない、注意だけはどんどん進んでいく、うんうん、ロバートさん早くって言いながら、まあ、進んでいく。でまたなんとかとりあえず開けたところにねたどり着いたんですよ、うん、でそこでちょっと一回座って、うん、はぁ、あ、はぁ、あ、って息をついてるわけですよ、うん、だけど相変わらず、まあ、火山は出てんだけど、まあだいぶちょっと遠目になったんで、まあだいぶこのね歩いてきたってことですよ、うん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 、そうするとどうやらバーベキューにだけはならずに済んだらしいぜと。あ、なるほどね、暑かったんでしょうねだいぶね、はいはいはい、こうするととりあえずちょっとこのね崖の下へたりみたいなところに腰掛けてんだけど、うんうん、ロバートだけ下に降りてこんなになってるわけです。こういうと何かというと、もうここでテントを張ろうやと。ああ。開けた平らなところあるんで、まあそこにテントを張る。で、またサドル君は自分で焚き火を作る。うん。まあ、で、そうやってるうちに、ふっと振り向くと、二人でまた英語でなんか一生懸命喋ってるわけです、うん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 。はい。そうすると、一生懸命注意がこうやって指を指してるんですよ。うん。何に指を指してるかというと、リュックサックに指を指してる。うん。はい、そうするとサドル君は気づきます。荷物だ、うん、ロバートさん荷物をなくしちゃったんだ。ロバートはなんか いつだかわかんないけど、まあいろいろと走ってるうちにリュックなくなっちゃった。はい、とんでもないことじゃん。ほんでまあいきなりまあなんか多分このね英語での結果、お前どうしたんだあの荷物は、大事なものがいっぱい入ってんのに、ね、まあなんなら2人に取って大事なものが分けて入ってる可能性がある。そしていきなりこの注意をバーンとぶん殴ります。おお、ロバートをぶん殴るね、そうするとわざと捨てたな貴様。ああ、まあな、そういうやつ。違う、事故だったんだ。ああああ、ね、嘘をつけ。
ね、なんて情けないやつなんだ貴様、それでも軍人か、まあ、結局逃げてるうちにもう辛くなっちゃって捨てたんじゃねえかっていうのを言ってるわけです。そしたらクソッと反撃にパンチを出す、それをガードされボディ打たれる、なおかつアッパー打たれるで一撃ですよ。もうロバート弱い、僕はウィリアムが強い。 ね取ってこい、戻って取ってくるんだって言ってるわけです。まあ楽したらやばいよ ねさもないか貴様も軍法会議に回してやるぞ。ああして、まあ、プイッと振り向く。そうするとなんでしょう、白がカバン持ってきたみたいな。あのね、ロバートが今倒されてましたね、うんうんうん、でそこに背中を向けたんです、注意は、うん、ああ。まあハンドガンなんだけど銃をこう出すんです、ね、そうするとサトル君が驚いてる顔に気づくんですね、この注意。はい、振り向きざま飛び蹴りバーン、飛び蹴りかーい、強いのこの人。そうなんだ、すごい、危機察知能力もすごい、すごい、それ当てんだ。ほんでまあ、あーってなりながらもうズキュンって一発飛んじゃったよね。わー、まあ、こんな状態です。これはまずいぜロバート。ほんでまあとりあえず大丈夫ですかロバートさん、一応はサトル君がかばう、事故だったんだ、不可抗力で荷物をなくしたんだ、うん、わざとやったんじゃないっつってなんです。そして、わかりますよ、僕も突風が原因で大事な荷物を失ったことはある、うん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 、僕も手伝います、一緒に荷物を探しに行きましょう、うん、優しい。だって見つからしないよ、どこへ捨てたのか俺自身覚えちゃいないんだから。うん、捨てた、捨てた、あれ、いやいや、あれそうだよね、捨てたの、とんでもないやつ、なんだこいつ、本当に捨てたのかい。そしてテントを作ってる、まあ注意の背中を見ながらこのロバートが、クソの野郎今に見てやがれっつって、めちゃめちゃ喧嘩するやん。サドル君もまた微妙な顔になってます。何やこいつやね今のところ。そして夜になります。はい、そうするとなんだかわかんないちっちゃい、こんなね、もうアーモンドみたいなね、こんなのを手にしながら、食料はそれで全てだね、でもっと欲しかったら荷物を探して取ってこい、そこに入ってたんですよ、ね、あの中に食料が入ってるんだからなっつって、なんてこと。そうすると本当に本当にお前はもうね、あのお前は食う資格なんかないと。まあまあまあ、ね、でもお情けで食わしてやるっつって、まあ、こんな一粒ね渡してるわけで、まったく最低の証拠だよお前はっつって、まあ、一生懸命言ってる中も渡してるわけですロバート。怖いねこれ、グルグルするぞこれ、うん、でまたでもゴーッとまだ、火山は出てる、うん、で今回はこの3人で川の字で寝てるんですね、仲いい、うん、とりあえずね。だけどロバートだけはこうやって起きてちょっと顔してるわけですよ、うんうん、これ白もういないんですか、ちなみに。ここにはいない。あ、はい、わかりました、はい、ほんで夜が明けますね、もうすでにサトル君はあの近くの川みたいなところに入って竹槍持ってね、あ、お魚、はい、ね、ダメだ魚の影も見えないよ、ないまだ二人はもう寝てるからね、さすが野生児ね、あの二人はまるで 敵兵同士みたいにいがみ合ってるばっかりだし、うん、これからどうするつもりだろうか、食料もないってのに、うん、で川には魚類は見られなかった、うん、まるでその気配もないので、まるでか、はい、言ってますね。もうあの背景に富士山が噴火してるようなところを一生懸命あの川辺でこうやって見てる悟くん、うんうん、ダメだこう水が濁っていたんじゃそこもよく見えない、ね、やっぱり魚はいそうにないな、しかしどうしてこんなに水が濁ってるんだろう、大雨も降っちゃいないのにっつって言うわけ、うん、そうすると注意の方が起きてきます。で悟くんおはようって言います。そうすると水をね、水筒に水を入れようとしてるんです、注意がかがんで、うん、そうすると何かを見つけます。この状態で、うん、魚がいないんだもんな、いや、なんだろう、わかんねえな、プカプカ死んで浮いてる魚が流れてくる、魚だったお、ね、これはダメよね、これね、うん、それ飲めない、ね、よくないこれはね。そうすると火山灰だ、火山灰がもうこの水の中に入って流れてきてるんですよ。ああ、なるほどね。ね、火山灰が水を使い物にならなくしてしまったんだ。飲んでないのは大したもんね。だから起きてね。すごいね、ほんと。ずっと魚飲んでたんだから。それじゃあ火山灰だけじゃなくて、噴火に伴う有毒な化学成分が川に流れ込んだったのか。はいはい。まあ、死んだ魚見ながら。でもこんなのでは食えないよね。うん、無理だ。うん。ね、それじゃあこの水は飲めねえのかっつってるわけです。きちいな。ね、一滴も飲まねえのかっつって。カラッカラだからね。はい、そうすると、ね、注意の水筒を一手に取るんですよ。またこいつを。そうすると体一滴も残ってないっつって、あー、飲もうとしたってことね。そうそうそう、びっくりしたびっくりした、もうすっごい、いよいよお前がなくした荷物を探しに行かなくちゃいけないぞと。なるほどね。ね、もう人の
もう人の角の水筒、読みにくい、もう一つの水筒はあの2の中なんだと。なるほど、ね、もう一個水が入った水筒があるんですね。で、見つかるもんかっていくら探したってあのジャングルの中なくした荷物が見つかるわけないだろ、捨てたくせによ。そうするとまたサドル君が言います。探しに行こうロバートさん、うん、とりあえずね荷物を探しに行きましょう。え、俺探してくるっつってもう一人で走ってっちゃう。かわいい、おい待てサトルっつってるわけです。ロバート、うん、押すと、なんか顔で見ながら、分かったよ行けばいいんだろって言いながら、なんだこいつ、まあ行きますよね。なんかちょっとどんどん来てる、ナレーションはここで入る、うん、富士山は誕生以来頻繁に噴火しており、最後の噴火活動は江戸時代中期であると。へー、その1707年の宝永噴火では、まず大地震があり、それからしばらくして地震が引き続いて起こり大爆発が起きた。うーん、ね、火山弾は、ふもとのなんとか村、これ見えねえな、須走、うん、まあ、村を焼き舞い上がった火山灰が江戸まで届いたと言う、すごいね、言ってるわけです。富士山は火山、あの急火山だから噴火しても不思議はないんだって、まあ、それを見ながら悟君が言います。そうするとなんだってロバートが言うけど、いや別に何でも、うん、全くお前ってやつは余計なことしてくれるぜ、見つかるはずねえだろって言いながら、まあ、ジャングルの中に入っていきますよ。ね、見当たらないな、それもそうだよ、昨日は闇雲に道もないジャングルを逃げ回ったんだからなって言ってる。で、まあとりあえずもうロバートいきなり座り始める、ね、どこら辺で荷物を放り出してしまったのか俺自身よく覚えちゃいないんだって言いながらタバコに火をつける、ね、やめろやめろって、どうせ見つかりゃしない、あれを探し当てようと思ったら1個連帯くらい同意しなきゃならんよと。なんでこいつ偉そうなんだよ。でもとか言ってるわけです。で、そうするとなんかタバコ吸ったらゴホゴホとむせるんですね。あ、くそー、喉が渇いてタバコの煙がヒリヒリしやがるぜ。あ、そういうことか。なんで喉カラッカラなんですよ。それでよく吸ったね。喉ゴホって水が飲みてえなー、畜生、どうして昨日のうちに水のことを考えておかなかったんだろう、サトル君は考えます、うん、でまた2人で山道を入っていく。そうすると何かちょっとあんま良くなさそうだったな。今度動物の死骸とかじゃないですか。いや違います、ワン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 って白出てきた白、うん、なりますよ。なるそれは。白白っつうと白が何ですか。もう加えてるでしょう、カバンを。いや、カバンじゃない、ね、違うんだ。なんか肉みたいな加えて、あ、ご飯だ。そう、あ、そっちだけ。パッと走っていく。ああ、そうするとその先にあのリュックが。なるほど、ね、そういうことか。どうした、あー、これはと言ってます。あの泥棒いるめぶち殺してやる。おかしいおかしいおかしい、肉加えてるからね。まあまあそうだけどもよ、お前のおかげで見つかったね。でもつきあいつきあい、もう打ちまくってます。こいつマジやべえ、もうあの男みたいな、ね、いや本当に。もうこいつ死ぬな。で、まあとりあえずカバンをこうやって見ると水筒が出てる。水だよ。これ佐藤君がやってるんですよ。ほんでありがたいって言いながらゴキュッとこう口をつけるんだけど、あ、貴重な水なんだ、ちょっとだけにしておこうっつって、まあ、あの蓋の方でちょろちょろっとね飲もうとする。そうすると畜生め、仕留め損なっちまったって言いながらロバート戻ってくる。で、今度見つけたら絶対に仕留めてやるぞって言いながら、サトル君が持ってる水筒をガッとってゴキュッゴキュッゴキュッっていきますね。全部行こうとしとるやないの、はい。そうすると、ちょっと待ってよ、俺まだ飲んでない、飲もうってさとこ取られちゃったよ。あ、なるほどね。そうすると、おいおいよせ、さっきラッパ飲みしてるところを見たぜ。あ、まあやろうとしたんだね。一回やろうとしたところで、よせよと、ね、大事な水を一人で飲んじまおうなんて、そいつはよくない考えだぜ、兄弟。兄弟兄弟大体兄弟って言ったら、ろくなやつになるから、ね、工藤やん。違うんだと、あれはって言いながらも、まあ結局サトル子だから割りつけないんですよ。なあ、せっかくやったのにね。そこでまたドドドドド。あら、タイミング悪いね。すごい、いけねえ、つまらねえことで揉めてる時じゃないです、サトル。急ごうって言いながら、まあ荷物を持って走っていく。そうすると、それについていきながら、そういう、飲んでないんだ。本当は、本当に、っつってるわけですよ。悲しいな、ちょっとな。うん。だからこいつだけゴキゴキ飲んだと。いやだ、その目の前で飲まれたんですよ。とりあえず、また二人に入っていく。そうすると、ナレーションで、ともすれば、シダ類に足を絡まれるので、もっぱら大木の下を選んで走った。うん、そういう場所は、日光が効かないので、シダも成長しにくいから。はい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 、はい。こうすると、サトル君が、足を、ちょっと滑らしてしまうんですね。危ない。で、ズザズザズザーっと、なんか、落っこっちゃう。まあ、斜面かな？なんかもう、穴に落っこっちゃった。穴なんだ。なんかちょうど開いてたのかなんだかわかんないけど、本当にこの地面に開いてる穴に落っこっちゃった。すっぽり。あと足をくじいちゃうんですね。いやー、最悪、怪我はやばい。畜生、足をくじいてしまったらしい。で、火山地帯の森林にはこうした空洞が珍しくない。へー、少年は、暗い木の下闇を走っていたので、足元に口を開けていた洞窟に気づかなかったのだ。で、登ろうとすんだけど足が痛くて全然登れないし、まあこの岩肌が崩れてくるして、まあ、今こんな状況ですよ。はい。
ほんで登ろうすけどダメ、また着地した時に余計に足痛めちゃったりして、うん、うわーくそで、ロバートさんロバートさんって呼んでんだけど、まあ、全然ちょっと怖い、ね、で喉がカラカラに渇き引きつり声が出なくなったと言ってるわけですね。ほんでまあ想像するロバートさんがこう水を飲んでたとこを想像しながら、あの人のことだ、俺がいなくなったからって探しに戻ってきちゃくれないぞ、まあ、言ってるわけです。でとりあえずはもうしょうがないから、ここで一旦自分が持ってる荷物をね広げて、で俺の方には飲食物はなしか言ってるわけですよ。まあこれ多分なんかリュックをみんなは3分間したんだろうね。で懐中電灯はある、うん、でとりあえず下にまたさらに空洞みたいのがあるんで、うん、ここに石をポンと投げてみる。ほんで音を聞くんだけど、まあまあ相当深い、ね、なるほど、うん、おい、うん、驚いた、あの中に落っこちてたらとても助からんだろうなと。よかったか、だからワンバウンドしてもう一個下行っちゃったら相当やばかった、ね、うん、危なかったっちゃ危なかった、はい、でこれは下手に動けないや、そろそろ日の暮れる頃だ、ちょっと若干見える頃、うんうんうん、空からね、こんな中で夜を過ごすことになるなんて、また地震が来てこの穴が塞がっちまったら一貫の終わりだ、いやー本当危ねえじゃんって言って日が暮れていく。まあとりあえず一生懸命自分でね足をこう揉みながら、まあ痛い痛いなんて言いながら、骨折してんのかもしれないぞって言いながら、一応なんかね添え木を当てようみたいな、まあそんな感じですよね。とにかく野宿するほかはなかった、無理をしてここから脱出しても怪我をした足を引きずっては夜道に迷うのがオチなのだから、まあ、しょうがないから足の痛みを我慢しながらもここで敷布団みたいなの敷いて、まあ、寝るわけですよ。まあ、そうするとひんやりと湿っ、葉っぱが一応生えてるんですね、うん、もっとそれを見てその葉っぱを取って足に当ててみる、うん、そうするとひんやりと湿った落ち葉が湿布代わりになって少年の痛めた足を心地よく冷やしてくれた。すげえ。まあ今そんな感じです。で少しでも寝ておこうと思ったが、喉の渇きと空腹と足の痛みで眠れなかった。それにうっかり眠り込んで寝返りを打てば地獄の底へ落ち込むという恐怖があった。マジで寝れねえこれは。この安全地帯がないっていうのはね、うん、でそうすると二人の顔を浮かべながら、探しに来てくれるだろうか、あまり期待できそうにないなって言ってるわけです。ほんとまたグラ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 と地震が来ます。あ、怖い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 、地震だ。ほんとドロ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 となんかね流れていくんですね、この、うん、火山灰みたいな、うんうんうん、小さくで、でもなんとか小さくて済んだらしいって言いながら、少年はなんとか寝るんだけど、ものすごいなんかグワーッともこのなんていうのかな、噴火してくるんですよ。もう噴火してんだ。そうするとハッと目覚め、夢か、夢だー。今こんな光景ですね。びっくりしたー、うん、そうするといつの間にか朝になっていた、うん、この木漏れ日が入ってきてるんです、はいはいはい、よかった捻挫で済んだらしいって。俺手はなかったですね、そうかそうか、翌日に。でこっからなんとか抜け出さなくちゃって言いながら、まあ、とりあえず水が飲みたいって言って、まあ、とりあえず何をするかというと、ロープに懐中電灯を巻きつけて、それをこの岩っぺりに投げる、上の方に。だからなんか引っかかりになればなるほど、もう今それしか手がない。でも戻ってきてしまう、まあ、今そんな感じ。こうすると何回かやってるうちにガチャンとねいい感じで引っかかるんですよ。なんか諦めて、何度目かだ、何度目だったろうか、やったやったぞ、相当やったんだ。そうで、それを伝ってなんとか脱出。あ、よかった、危ない、怖いもんこれ。はい、まあ、そんな感じで上がってみると、雨が降ったのか何なのか、この葉っぱにね雨水みたいなのがものすごいある、はい、で水だって言いながらそれをチューチュー。あ、よかったやった。なるべく火山灰をかぶっていないシダの葉を選んで、少年は朝露をすすった。おー、野生人朝露なんですね。なるほどね、まあ、これで一命をちょっと。なるほど、まあ、とりあえずじゃあ一回死ぬことはなくなったからね、はいはいはい、まあロバートたちがどうなってか分かんない、うん、まあじゃあ今回はこうやって、こういう感じ。はい、どうもありがとうございました。翼チャンネル、チャンネル登録してくれよな、な、チャンネル登録してくれよな、な。